ルイ・ジョゼフ・ド・フランスは、フランスのドーファン。ルイ16世と、王妃・マリー・アントワネットの第二子として生まれた。国王夫妻の間に生まれた、待望の長男であったため、長らく位継承者筆頭であった、王帝プロヴァンス博ら数人の野望を砕く結果となった。パリ市はドーファン誕生を祝して、音楽時計や、新生児用品一式を国王夫妻へ送った。ルイ・ジョゼフ王子には、 数名の乳母が付けられた。その中で知られるのは、ジュヌビエーブ・ポワトリンヌだろう。病弱に生まれた、ルイ・ジョゼフは、ポワトリンヌから結核を移されてしまったのである。ルイ・ジョゼフは、姉のマダム・ロワイアル、マリー・テレーズと共に、両親のそばで育てられた。幼い王子は驚くほどの賢い子供であったと、同時代の人々は記している。国王夫妻は、 王子の教育を非常に考えていたが、ルイ・ジョゼフの健康については楽観していた。1784年4月より、ルイ・ジョゼフは高熱を出した。ラミュエットで治療を受け、直ちに王子は回復した。1785年3月、ルイ・ジョゼフは首都を受けた。深刻な症状は出なかったものの、彼の健康は損なわれた。1786年4月、 ルイ・ジョゼフは再び高熱を出した。王子の発熱に随行員は動揺したが、これが結核の初期症状だった。王子の背骨が曲がるようになって結核であることが判明したのである。同年の10月から歩行が困難になり、鉄製のコルセットを装着するようになった。1788年1月から熱で体力を消耗し始め、病状が急速に進行した。 脊椎カリエスで王子の寿命が長くないことがマリー・アントワネットに知らされた。三部会会期中の1789年6月4日、わずか7歳半でルイ・ジョゼフ王子はムードンで死去した。ルイ16世は数日間悲嘆に暮れ、三部会の議員からの質問に立たなかった。議員は王を非難し、王はこの三部会にはこう持つ父親はいないのか と応酬した。あとに、マリー・アントワネットは、この頃、私たちの息子の死さえ彼らには伝わっていなかったのだ、と述解した。ありがとうございます。